はい、どうも紅茶です。今日はなんですけども、レッドビー水槽に来ております。あれからね、60センチ水槽からこっちの小さい水槽にみんなお引っ越ししてきたんですけど、こちらに並んでる3台の水槽にビーちゃんを振り分けていたんですけど、徐々にこっちから崩壊が始まっていって、で慌てて水替えをして、生き残ったチームがここのビーちゃんたちになります。こちらのお家のビーちゃんたちなんですがね、なんとか1回目のブレイクを乗り越えてからポツポツすることはもう全然ないですね。立ち上げて1回第1ブレイクが始まって、その後だと多分 2,3 匹しか星になってない水槽になっております。サイズ的にはね、15センチ水槽ですね。このくらい、15センチ水槽、ジェックスの M 水槽ですね。よくホームセンターとかに売られてるセット水槽、あれの M 水槽で、私のメタルラックは横に3個でちょうどいい感じになっております。この水槽のいいところはですね、 M だとこちらのね、通常サイズのサテライトがギリギリかけれるのがメリットです。ただしスリム S 水槽だとこちらはかけられないので、手軽さ的にはスリム S 水槽ではなく M 水槽をおすすめします。値段もサイズもそんなに変わらないんでね。で、この B ちゃんマンション、マンションかな、アパートかマンションかわかんないですけど、この B ちゃんマンションはですね、現在はこのメダカちゃんたちの稚魚がこちらに入ってます。で、こちらのメダカは3匹だけ入ってます。で、こっちのメインのお家のビーちゃん水槽は三色メダカの稚魚とビーちゃんたちがたくさん入っております。なんかね、メダカの稚魚のためにブラインを結構上げてるんですけど、そのおかげかわからないんですけど、ビーの稚エビの生存率がめちゃくちゃいいです。もう地面にね、稚エビがたくさんいるんでね、今日はね、ある程度大きくなったビーちゃんをお引越ししたいと考えております。よく聞かれるんですけど、ベアタンク水槽でも B を5匹飼っていたんですけど、現在ね、ちゃんと繁殖もしてますし、星になることもなく元気に暮らしております。ここも3色の稚魚が入ってますね。ただね、こちらのベアタンク B ちゃん水槽はね、みんな色が薄いです。水質の関係だと思います。メスがね、1匹だけ入ってるんですけど、その子が毎回放卵してますね。ただ、稚エビの生存率はめちゃくちゃ悪いです。結構外掛けフィルターに吸い込まれたりしてますね。それでもう一個立ち上げてる水槽があります。こちらはですね、なんだっけな、あれ。F キューブだったかな。F キューブの底面フィルターを使って、ベアタンクなのか、底面フィルターなのか、そんな感じの水槽になっております。ただね、私立ち上げて南を1匹だけ入れたんですけど、パイロットとして、なぜかね、稚エビが1匹います。大きくなる速さはちょっと早い気がしますね。こちらの方が苔もね、少しようやく生えてきましたね。こっち側はね、ちゃんとお掃除してて、あとはお掃除してないです。多分こっちでもね、もう飼育が開始できるんじゃないかなと思っております。で、最近のビーちゃん事情なんですけど、餌はね、あげてないですね。ブラインシュリンプだけって感じになってます。で、水替えは1週間に1回半分は替えてるかな。水を入れる時も割と点滴法じゃなく、ジャバーっとコック式バケツを使ってやっております。水槽自体がね、かなり小さいんで飼育難しいかなと思って始めたんですけど、意外と大丈夫ですね。強いて言えば水替えが大変かな。1週間に1回はこのレッドビーマンション半分まで水替えしてます。それが結構大変よ。休みは限られてるからね。ということで、 B ちゃんたちのお引っ越しをしていきます。よしよし、じゃあね、お引っ越ししていきますか。放卵してない子がいいかな。放卵してない子、割とサイズがある子。おー、びっくりしたね。君行こっか。君、あー、自分から入ってきた。何匹お引越しさせましょうかね。1匹とりあえずゲット。この子ももらおうかな。今年はブリードにね、力を入れる。
で水草系の水槽はね、60センチ水槽だけで頑張ろうかな。基本的にブリードでいきます。水草を期待されていた方申し訳ございません。あー、エビ、チエビも入っちゃった。チエビ入っちゃった。出なさい出なさい、見えないから出なさい。はい、君、はい、2匹目ゲットしました。あとはどうしよう。君は、君たちもいけるんじゃない。よし、ほら、いいでしょ。新しいもの好きだからね、入ってきちゃうね。この B ちゃん捕獲の様子はカットした方がいいのか、そのままでいいか悩みますね。もうチビがすごいいっぱいいる。あ、この子飛んでった飛んでったね。はい、入ってた、入ってったけど放卵してる、放卵してるんでやめます。結構ね、なんだろう、新しい水槽に馴染むまでなかなか放卵してくれないんでね、放卵してる子はあんまり移動したくないです。あと全部メスかな。これはこのナナの下にいる子は、んー、これも放卵しておる。放卵してるのは持ってかない。巣だけでも増えないからな。それじゃ一匹だけメスを入れようかなーって感じですね。あなたは、あなたも放卵してますね。うん、あと放卵されてない方、あ、奥にいますね。奥にみんな結構いる。ほら、網だよ。みんな好きでしょ、こういうの、新しいの。ほらほら、おいで。あー、ちょっと放卵してるけど、この子をじゃあ持ってきますか、新しいお家に。一匹だけメスを持っていきたい。おいで、来なさい。逃げてった。入った、逃げた。もうなんかいろいろ邪魔だよね、施設のものが。外そう。なかなか手前に来ていただけませんね。君はなかなかいい色をしておる。あー、いたいたいた。これにしよう。ほら、もうチエビすごいいるでしょ。ほらほらほら、1,2,3,4,5、ここだけで5匹もいる。はい、入りました。よし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 。あれ、入ってない。みんな逃げるのが上手ですね。はい、そう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 。あー、あー、よし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 。 1,2,3,4、 今4匹捕まえました。あとはメスでいいかな。あんまり長時間やるとストレスで死なないか心配。メスメス、疲れたちょっと中腰になるんでね、腰痛持ちには辛いですね。このめちゃくちゃ色が薄いメスを持っていきますか。 OK です。とりあえず5匹を引っ越しして、あとは残しとこうかなと思います。今回選別された B ちゃんたちはこちらになります。メスが2匹のオスが4匹ですね。この子たちを連れていこうと思います。じゃあ水合わせですね。待って待って待って、今移動しようとしたら、ほら、脱皮した。見えた。待って待って待って、今移動、待って待って待って、今移動しようとしてコテンってなった子がいて、え、死ぬのって思ったら脱皮しました。これ急に始まる脱皮。はい、水合わせがね、終わりました。多分 3,4 時間やったんじゃないかな。一匹はね、自分で移動しちゃってますね。じゃあ B ちゃんを新居に入れたいと思います。はい、まず1匹。これでメス2匹がね、脱皮しなきゃいいんですけどね、取れない手前すぎて取れない。はい、行きました。レッツゴー、レッツゴー。緊張しておるのか。レッツゴーゴーゴー。ダメだ、元気ないのか。はい、行きました。メスの放卵の子です。ゴー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 、エビゴー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 しないね。
はい、行きました。はい、ということでお引っ越しが完了いたしました。 S2 匹がどうなるかがね、楽しみですね。でこの水槽はね、 B ちゃん以外にも南先輩もね1匹います。こちらが南先輩ですね。あとラムズ先輩も1匹いらっしゃいます。よし、じゃあフィルター類の電源を入れます。ではね、今回久々のレッドビーシュリンプ動画でした。次は多分やるとしたらね、こっちの子たちが大きくなったらやるかな。もしくはハッチアウトした時とかにショートムービーでも作ろうかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram もやっております。バイバイ。